やばい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 。え、今まで使ってたのが、うん、これのあの蜂蜜バージョン、これぐらいのやつ、これね、うん、あ、これね、今まで、あ、で、よく紹介してたオイルか、これあのね、こっちこっちこっちがこれだよね、よく紹介してた。そう、これもね、うん、めっちゃあって、あ、種類がね、そうそう、うん、で、これが新しく出たやつ1、2、3、4ね、これが新しく出たやつ。可愛い、可愛いでしょ、ちょっとね、うん、これ可愛い私たちが今まで使ってたさ、蜂蜜のあれあるじゃん、うん、あれよりいいって評判なの。へえ、この何が違うの、この水色と黄色は。成分じゃない、成分っていうか、あの、あれじゃない、なるほど、うん、このさ、うん、ダメージケアしながら洗い上げる、うん、潤いを守りながら洗い上げる、なるほどね。で、オイルはどれなの。これです。かわいい、かわいいでしょ、このこれオイルなんだ、かわいい、かわいいでしょ、超かわいい。ピンク系はないんだ、今回は。この黄色か水色なの、ね、2種類の。へえ、すごい、かわいい、超かわいいね、本当にかわいいと思う。へー、あ、これね、新しく出たやつ、ほら、コラボしてさ、うん、かけるんだったでしょ。あ、なるほどね、共同開発これを使ってみたかったの、私は、本当に。みーちゃん、ね、どっちがいいと思う。へー、でもね、評判っていうか、うん、青の方が有名な気がする。そうなの、じゃあ青にしてみる。でもなんか黄色の方が数が少ないよ。え、マジ？売れ具合は黄色なのかな。そんなことないか。でも量的には黄色の方が少ない。どうしよう。でも青でいいんじゃない？自分が直感で青と思ったら。直感で青だから。うん。ね？うん。ほら、これ1400円じゃん。うん。この子たちと同じよね。あ、この子たちも1400円。同じ値段なんだ。うん。オイルも1400円。うん。私が欲しいと思ってるのがこっちにあって、うん、もうなんかシャンプーとか見るの大好きなんですね。大好きだよね。これね、うん、この前髪とか顎毛とか遅れ毛をまとめるやつ、うん、あ、これだよね、これ、こうやつでさ、うん、こうまとめるやつ。へえ、こんなのあるんだ。そう、なんかマスカラみたいこ, れ、ね、こんな感じでね、うん、まとめるわけよ。これと同じ役割。うん、なるほど、ね、あ、これね、よく、そうそう、これね、これと同じ役割なんだけど、はいはいはい、これね、うん、こっちナンバーワンなの、うん、これね、うん、ナンバーワンなの、うん、こっちね、あの同じ、あの、あ、シャンプーと同じ、ね、メーカーなの ね, ーーなのね。さあ、どうするかさあ、どうするか、で、超迷ってて、なるほど、どう思いますかね本当どうする。なるけど、匂い的には多分私こっちの方がタイプかも、うん、この子にしてみよう、一回。あ、あ、この子にしてみよう、うん、女子ってね、うん、もうね、物を聞くときにはね、うん、必ずどっちが決まってるんだって。確かに、もうある程度自分の中で決まってて、どっちがいいと思うって聞いて、こう後押ししてほしいんでしょ。でさ、自分とさ違う方言われると、えーって言うよね、大抵の人、うん、もう私こっちがいいからこっちにするって聞く。ほんとめんどくさいよね、女子って。めんどくさ。これどこでしょ。うん、今度お風呂場きれいにしよっか、ね、オイル買っちゃう、買っちゃうかかわいいけどね。かわいいでしょ、ほんとかわいい、うん、やばいんだけどかわいい、それも。かわいいでしょ。何これ、これは何。あ、パックみたいな。そうだね、集中ケアみたいな。そうだね、かわいいね、パックだね。なんかカラフルじゃない。なあ、かわいい。まあ、それはね、今日はちょっと読みましょうね。うん。リミちゃん、どうじゃ。オイル。かわいいでしょ。前まで使ってたのかな。
なんかいっぱい入ってる。美味しそう。シャリーチェ。なんかフルーツみたいな。うん、あ、かき氷みたいな。そうそうそう、へぇ。この会社がね、コーラスって。なるほど。美味しいかも。うん、こんなのね。うん、白っぽい。こんなもんかしら。よし。はい、じゃあ買いましょう。緑色。買いましょう。うん、いいでしょ。うん、いいらしい。中身も緑色。そうだよ。みなさん、こんにちは。しおりみちゃんねのしほです。はい、ということで今回はですね、今回はね、ドラッグストアで約こっちかな5000円分のお買い物をしてきたので、早速ね、こちらの商品を紹介していきたいと思います。ということで今回はですね、ザ・もうヘアケアグッズです。髪の毛をもうほんとケアするグッズを、グッズたちを買ってきました。もう本当にテンションは爆上がりで、もう本当にね、興奮しました。ドラッグストアでしほちゃんはいつもそのね、ヘアケア製品っていうの、うん、もうシャンプーとかリンスとかオイルとか、もう本当大好きで、ずっとそこにいます。ずっと見てます。本当ドラッグストアに行くと必ず見ますね。このね、ウリウスウォーターコンクモイストシャンプーっていう、このね、シャンプーとリンスとで、このオイル、こちら買ってきてしまいました。もう紹介しますね。本当にこれ今超定番、定番っていうかもう超話題になってて、もうずっと欲しいなと思ってたんですけど、近くのね、よく行くドラッグストアに売ってなくて、でこの前ね、お菓子を作った時にクッキーをね、買い忘れてしまって、私一人で歩いてスーパーにも行ったんですね。でその時にドラッグストア寄って、あの残金900円ぐらいだったんだけど、ドラッグストアに寄ったらこれが超あってやばーと思って、だから絶対買おうと思って、とそのね、その週の土日に買ってきました。こちら、いやー使うの楽しみだね。でさ、これ使う前と後のビフォーアフター載せれたら載せとくんで、ぜひ見てください。ちょっとね、どんな感じかはわからないのでね、うんうん、オイルを開けてみますか。シャンプーとリンス今出すのはちょっともったいないんで、こんな感じで、はい、で、オイルでしょ、なんか香水みたいな形になってますね、かわいい。うわ、どう？今まで使ってるオイルと比べて。あ、オイルだ。やば。いい感じ？めっちゃいい匂いする。めっちゃいい匂いなんだ。ザシャンプーって感じ。うん、いい、あの可愛い女の子からはこんな匂いが出てるんだなって感じの匂い。どんな匂いそれ？ちょっとね、髪に塗ってもったいないんで。うん、いやでも。いいね、夏の夏って感じの匂いしない？蜂蜜は年中無休、いいんだけど。年中無休。言い方。なんか夏って感じしない？うん、なんかすごいなんかさ、スッキリ感がすごい。めっちゃいい匂いだこれ。次いきます。次本当になんか最後です。最後はですね、こちらのね、アンドハニーのね、このマトメイクスティック。4.0。 これね、欲しかったの、このシリーズ欲しくて、だから別にアンドハニーじゃなくてもよかったんだけど、揃えたかったそう、このね、そうそう使ってみたくて。でね、前髪とか遅れ毛とかアホ毛とかをね、こうやると、こうなんていうのなんていうのなんか治る、そうそんな感じの商品でございます。ほら見て、前髪、アホ毛、遅れ毛、まとまるって書いてあるでしょ。そうなの、こうなるのまとまるんです。開けてみます。はっ、金だうわー、見てた通り
これです、見てください皆さん。あ、動画越しで見てたやつだ。ちょっと開けてみますね。あ、待って、オイルついててめっちゃベタベタなんだけど今。ちょっと一回はみ出し、いきます。超ベタベタなんだけど今、超ベタベタだよ。こんな感じでね、この辺がブラシになってて、前髪とかこうやってあのちょっと固めて固めるみたいな感じの。なるほどね。あ、匂いがすごい、蜂蜜だ。蜂蜜なんだやっぱり匂い。うん、多分。これこうやってやって、おくれ毛をこうね、なくすってやつ。今ちょっとここ三つ編みしてるから、あんま見えないけど、前髪とかもこうやってね、まとまるっていう。なるほど、素晴らしい便利グッズ、超素晴らしいグッズでございます。感動。はい、っていうことでね、今日もね、ドラッグストアで約もう5000円分合ってる、5000円分のヘアケアグッズを紹介してみました。皆さんもね、本当にぜひ使ってみてください。匂いいいし、いやー、使ってみるのが楽しみだ。ということで、それでは、バイバーイ。あ、ごめんね。バイバーイ。